酒は飲んでも飲まれるなとはよく言われますが、酒に溺れる人は多いものです。アルコール依存症にまでなってしまう人は、一体どんな生活と経歴をしているのでしょうか。2017年の7月に、哀愁が漂うスレが立ちました。末期のアル中患者ですが何か質問ある？ちな28歳で8回目の入院が決まってる模様。肝硬変で170クム98クブという。お酒は苦いから嫌い。うまくないのに飲まなきゃいけないんやで。お酢飲んでな。酸っぱいのは NG。進行したら癌になっちゃうよ。最近気道と心臓と肺がとんでもなく痛くなるから、麻酔代わりに飲むんを。まっまとパッパに心配かけたらあかんで。何回も警察お世話になってもうドラ息子やわ。今日も酒飲んでいい気持ちや。今何飲んでるんや。ストロングゼロや。死ぬの怖いか。じ、未遂何回もしてるで。障害とか残らなかったんか。奇跡的にね。真っ白やね。甲羅みたいな小便の色やわ。グッバイイッチ、フォーエバーイッチ。吹き良くなってもベロベロに酔ったらえば何もわからんくなるで。グッバイ。アルコールとギャンブルの中毒は専門機関じゃないと治せないんやで。ギャンブルせんけど酒は3度敗飲してるけど治る気せんわ。この先どうするんや。真っ暗よ空。アルコールなら何でもええんか。エタノールとかでも満足できる。金はあるからコンビニで酒買ってるで。もう肝臓悲鳴上げとる状態でさ。肝臓さん痛い痛いしてる。Y 糖尿で今日もがっつり晩飯食ってチューハイ開けとるし。 B 型肝炎糖尿痛風薬満ですわ。まあもう好きにやって早死にでええんちゃうの。だから未遂たくさんしてんよ。まあ金があるならええんちゃう。ギャンブルも酒も金持ちはどんどんやればええと思うわ。周りに実害あるわけやないし。本当にやめたい。明日も飲むつもりか。飲むで多分。でもこうやってここに書き込んでること自体、僕はここにいるよっていう生きてる生きたいっていう心の叫びちゃうんかな。わかんない。臭そう。離脱症状の油汗はとんでもなく臭いぞ。一日どのぐらい飲むんや。今日月1本とチューハイ500を7本かな。これはやばいやろそれ。なんでそんなクソまずいのばっかと思ったけど安いのか。酔えればもうなんでもええねん。ウェルニッケ脳症には気をつけろよ。野菜食べて。それ言われるけどそれ以上に海馬が壊れてきてるのが自覚できるレベル。おお、もう日本ではいまいち重大視されてないかん。飲んでる時はパソコンのログイン状態みたいに頭さえるんや。ワイなんでもビール 500×6 やな。それプラス焼酎1本はもう。スレ主あと何年生きれると思う。ラモも50くらいだったしあと15年くらいかな。好きなことやってちゃんと世話してもらってお墓に入れるんやから、あんまり悲観せんでもええと思うで。会う人会う人に酒臭いって言われるの何気につらいで。でも酒飲まんと人と会うの怖くなってしもたんや。酒以外に好きなものとかある？バンドやってたけどもうアルチュービブラートしかできへん。人生積んだみたいなスレで本当に積んでるやつ初めて見た。本当に恐れ入った。ワイガか？せやで。他のやつは就活や受験で失敗したり引きこもり20代とかで。人生積んだとか言っとるアマちゃんやけどスレ主は格が違うわ。こうなったら長生きしてほしいわ。確かに容易に人生終わった終わったいうやつとは、話が違うな。せやかて何度もし、未遂しとるでにっこり。ワイのパッパは40歳になることなくアル中で診断を。スレ主はどれだけ生きれるんやろか。もう身体ぶっ壊れてるし改善するつもりもなけや15年とか長生きってレベルやろ。あはは、酒やめてタバコに変えたりできんのか。まだマシやろ、どこでも吸えるし。タバコは1日4本くらいしか吸わんな。じゃあタバコ倍にして酒我慢すればええやん。酒飲みたくなったらタバコ吸うようにしてればそのうちニコチン君がどうにかしてくれるで。手震えて仕事できへん。ワイは日本酒好きやけどどうや。日本酒も好きやで。なんかもうここまで来たら酒やめても治らないんちゃう。対人恐怖症アルコールからクルーツ統合失調の爪見やで。本気で日本酒飲んだら一生は余裕で開けそうやな。2時間あれば余裕。何の仕事しとるんや。自動車関係の部品作りや。もうそれ仕事やめた方がええやろ。日本の自動車はこんなアル中が作った部品でできてたのか。なんか人間ってすげえわ。すまんな。禁止プログラムとか受けんのか。AA も男子会も行ったで。でも帰り道で酒飲むけどな。もっと本格的なやつや。施設に入って何ヶ月かやるやつ。金はかかるやろうけどな。Y25 アル中どころかお酒一滴も飲めへん。未だに一番美味しい飲み物はコーラや。友達がコーラで酔えるとか言っててバカだなぁ思ってたけど、今はそれが正しいと思う。ガチのアル中ならこんなクソスレでいちいち戦闘なんてしとらんで酒飲んでるぞ。飲んでるでにあり。朝まで飲むつもりか。飲むかな。来月入院だからそれまでは飲み続けるかも。何きっかけでそんなに飲むようになったん。ストレス耐性ないのにずっと一人暮らしで仕事場でいじめられてたからかな。人生やり直したい。切実に。ワイの前の職場はホテルやったんやけど、ホテルマン昼休み長いから酒飲んで仮眠する人多いんやけど、酒飲みで糖尿病になって目も見えなくなってきてる。同僚まともに働けないからバイトに格下げずににしょっちゅう無理やり酒飲ましてたわ。世の中スレ主みたいの結構おると思うで、特に田舎は。てかこの職場マジで酒飲まないとシャキッとしないアル中だらけやったわ。ワイ、4日間酒だけ飲んでる。飯も食わんと。ワイ今日3日目。アルコールだけで動く夢のエコ労働者やな。入院中は一切禁酒。閉鎖やでな。ワイもお酒大好きで毎日飲むけど、
飯がうまく感じたり誰かと楽しくお話ししたりできるから酒が好きなんや。なんかエッチの飲む理由聞いたら泣けてきたわ。ほろ酔い中飯もうまくなるし口も達者になるで。ただ仕事中で震えるのはプレッシャーになる。汗すごいし。その3ヶ月くらいでは酒やめようとはならんのか。もう何回も入院してるからわかるけど、精神依存より身体依存がある方が一番ネック。どれくらいの入院になりそうなんや。3ヶ月は最低やな。酒臭いよっておばちゃんに言われるのが一番のストレス。悲惨な境遇のスレ主に対し優しい言葉をかけるスレ住民が多くいました。スレ主結婚してる？家族おる？結婚はする予定やったけど破棄されたわ。こんなんやで家族はおる。ワイの人生辛いけどスレ主に比べたらヘでもないんを。辛い時はスレ主のことを思い出して頑張るで。スレ主も頑張るんやで。頑張れよ。仕事は休職して入院するんか。せやで。なんか今日ぬくもりてすごいな。涙出るわ。ワイの親友は28の時に深酒して首つってもうた。ちょうどこの時期だったから来週毎年恒例の墓参り行くんや。あいつが死んで思ったのはやっぱり死んだらおしまいやなってことや。違う人生だろうけどなんとなくお察しします。Y 別に依存症の専門家でもなんでもないけどな。やり直したいならまだ間に合うんやないか。もちろん簡単ではないやろうけどな。治療法なんてないんやで。やめるしかないんやで。それができんのやで。独力でやめるなんて無理やろ。依存症は何らかの手段使って強制的にやめさせる方法とかないん。よう知らんもんが簡単に言うなって思うかもしれんが、そしたら無気力で何もできんこくつぶしになっちゃうからな。気の毒でかける言葉も見つからんわ。頑張れっちゅうのも何か変な気がするし、せめてスレ主の体が良くなることを祈るで。GTP 戦略あるでもう無理や。スレ主には終わりじゃなくて少しでも続きを考えてほしいわ。残されるもんは悲しいからな。生涯2級やでもうまともな生き方はできんよ。まともじゃなくてもいいから長生きしてや。観光編でもか？ニコリ。スレ主こんなこと聞いて悪いが、学生時代は楽しかった？陽キャのバリバリバンドマンやったで。スレ主は多分、大人になってから酒がない生活したことないやろ。酒を断ったら新しい自分を見つけられるかもしれんで。ただの暗いおっさんかな。暗い話もなんだから楽しい入院生活についてなら何でも質問受け付けるでー。入院してどういう治療するんや？酒立たせるために軟禁するような感じか？特に何もしてくれへんで。3回目の同じ病院だし。言えないやんそれ。もっとちゃんと治療してくれるところないんか。 20% しか入院しても止めれる人がいないらしいし。ダメやんそれ。もう悲しすぎるな。泣けてくるで。笑ってくださいな。落ちる前に最後に一言。ワイも以前は売れないバンドマンやった。ちなドラム。今日の夢はスレ主のバックで16ビート決めたるわ。おやすみ。そうなんかツインペダルどこどこ好きやで。ワイももう落ちるわ。最後に、まだ諦めるのは早いと思うで。後悔しとる部分があるのなら、道を探ってみようで。20もおるんならワンちゃんやん。後悔しかないよ。たくさん失ったからね。大事しろよスレ主。ワイのパッパは無理だったけどスレ主はまだ生きてるから踏みとどまれるんやで。できたらもうしてるんだよな。離脱症状ほんまきついで。スレ主は若いし体重あるからできるできる。スレ主は固形物を消化吸収できるんやろ。酒立ちしても生きれるやんけ。ワイのパッパ酒からしか栄養取れなくて断酒死を連想させてたし。穴から泡出て小便甲羅で飯食っても吐いてでも大丈夫なんか。お死ぬよりマシやろ。苦しくても生きてくれメンス。死ぬのがマシやで。ほんま誰かしてくれいな。苦しくても生まれた以上生きなあかん。スレ主がある中で死ぬと残された家族も一生苦しむんやで。ワイはパッパが死んで20年毎日あの時どうしてたらパッパが酒立ちしてくれてたのか後悔しとる。スレ主にはアルコールの誘惑に勝ってほしい。すまんな。スレ主に関係ないワイのただのわがままやったわ。忘れてくれメンス。ありがたい言葉やで。でもそれでもできんのや。性欲ある？ない28にして朝立ちもない。悲しいな。悲しいというかもう死にたいくらい消えたい。ワイの知り合いも毎日酒飲んでるんやが、いつか体壊れるよな。緩やかなし、や。ワイはもうまた入院や。落としてくれすまんな。グッバイスレ主。お前は一人じゃないで。お前とお話しして久々に楽しかったわ。死んだらいかんで。生きとってもろくなことないけど死んだらもっとひどい目に遭うで。歳も一緒なスレ主。俺も間もなくそっちに行くよ。それは以上で終わっていました。こちらのスレ主が無事に禁酒できて、依存症から脱却できていることを祈るばかりです。お次は2020年の9月に建てられたスレを見ていきましょう。アルコール依存症だけど質問ある？何か今話題みたいなので。山さん。それくらいイケメンに生まれたかったな。何の酒飲むの？ビールにウイスキーに焼酎にチューハイに何でもござれ。アルコール忘れたてなんかできない。2ヶ月以上一滴も飲んでないからね。ギリギリセーフよ。スリップしても頑張れよ。ここ5年くらい年に数回はスリップしてるぞ。一晩でなんとか止めれてるけど。この年数回のスリップがなくせたらかなり良い感じに回復だな。スリップとは断酒している人がお酒を飲んでしまうことです。スリップしてもまた次の日から頑張れてるんなら俺はいいと思うぞ。スリップの時に飲みすぎないようにな。これが続くとどっかで致命的なスリップする予感しかしないからな。ストゼロごくごくしてれば治るんでしょ。最近種類増えたよねー。禁断症状とかある？今はないかな。
入院する前とかはひどかったけど。仕事しんどいとストゼロがぶ飲みして死んだように寝て次の日気持ち悪いけど仕事行くってルーティンなんだけど危ないよね。仕事行ってるうちは大丈夫だ。それが酒のために仮病使い出したらダメだな。何リットル飲むの？既婚寝落ちするまで飲んでた。そんで起きたらまた飲んでの繰り返し。普通にお酒飲んで生活できる人が本当に羨ましい。破滅の位だぞ。俺はもう終わってる。アルコール依存症になったら破滅だな。日常生活にでっかい制限かかるしな。毎日踏みのサワー級必ず1本飲んでる。理想の飲み方やん。それで週1回くらい飲まないようにすれば良いお酒の付き合い方できてる理想の人だわ。だんだん体勢つくのでちょっとしたきっかけが重なるとドツボ。ちなみに20代の時に3回、計6ヶ月精神病院に入院してたわ。うちの母ちゃんアルコール依存症で、肝硬変になって食道静脈瘤破裂による大量出血で亡くなったわ。病院にそういう人結構いた。自業自得じゃん。薬物やったやつを自業自得と思うのと同レベルで自業自得としか思わんわ。酒自体は違法でもなんでもないからな。だから厄介。かなり危険な薬物なのに大半にその意識がない。一人酒は良くないですね。本当にこれ。3日で各瓶1本くらいのペースで飲んでるけど、コントロールできてるしセーフだと判断してる。全然セーフよ。赤ワイン1本にしようと思って1本しか買ってなかったはずなのに寄ったらコンビニに買いに行って翌日気づいたら2本空いてることが多いんだけどある中かな。翌日起きた瞬間にまた買いに行かなければ大丈夫。酒飲んでても飲まれないやつは人生うまくいってるやつだけ。ここの境界線が超えるともうダメだ。毎日続けば結果アルコール依存症。そんな仕事がクソだからやめても待ってるのは無職地獄でしかない。それが現実だ。お前らがどう言おうと。人生がうまくいかないなんて誰でもそうだよ。アルコールでよりうまくいかなくなると理解できるか否かのさ。ほとんど全ての人が飲まれてないやつだってことを理解した方がいい。ほとんどの人が予備軍なんだからお前の言い方は良くないわ。でも現実がそうじゃん。違うよ。ほとんどが予備軍。勝手に大丈夫とか判断するのは本当に無責任だわ。実際に生活できないレベルにまで達するのはごくごくわずかってのも現実だからな。薬物なんだから常習飲酒は間違いなく予備軍。お前は無責任に OK サイン出したんだよ。ごめん、全く賛成できないわ。お前は医者でもないのに全然政府と無責任に言ったんだよ。世の中の大多数が全然政府なのは事実だからしゃあない。アルコール依存症で精神科へ行ったらもう再就職は不可能だ。俺20代で3回長期入院したけど、今は普通に社会で働いてるぞ。臭そう。毎日風呂入ってるぞ。俺は辞めて8年だ。ガチで尊敬する。よく辞めれたな。それで年収よくて貯金あってまた自慢しそうだな。お前らのことだから。お前も頑張れー。依存性はきついな。もう一滴も飲むなよ。別に飲もうが飲まなかろうが人の人生が良くなるわけでもないし、就労場が良くなるわけじゃないからな。そういう生活を送れるように頑張ってる。毎年500人が捕まってるそうだな。要は精神安定剤で飲んでるだけだ。きっかけはそうだよね。脳移植してね。MRI 取った？大丈夫だった。入院した時全身検査されたわ。2ヶ月飲んでないなら普通じゃねえか。アル中は毎日飲むし飲酒運転するし飲まない日はインフルエンザや胃腸風邪で死にかけの時と親知らず抜いた日くらいだよ。飲まないと寝れないから飲みたくなくても飲むんだよ。手が震えるからそれ止めるために飲むんだよ。コンビニでストゼロ最高。スレはこの辺りで終わっていました。続いては2017年の7月に建てられたスレをご紹介します。アル中で入院経験あるアラサー女だけど質問ある？どうぞ。急性アルコール中毒で入院なのか、慢性的なやつなのか。慢性的なやつです。もともとアルコールに弱い体質のせいか、5年くらいであっという間に依存症になりました。慢性なら問題、急性ならまあよくあること。入院ってどんなことやるの？縛られて寝てるの？私の場合、アルコール依存、食事ができなくなるほど衰弱していたので、まず急性病棟である程度体力回復してから、アルコール依存の方がいる病棟へ講義受けたり社会性を身につけたりレクリエーションやったりです。で今は飲んでるの？今は飲んでいません。飲みたいと思う時もあるけど、今の生活と天秤にかけて我慢です。何ヶ月飲んでない？入院期間も含めて2年近く飲んでないです。偉いな。飲まないに越したことない。少しでも飲むと、そのまま飲み続けちゃうから。そうす俺。今も少しでも飲むと、連続飲酒の恐怖はあります。大丈夫ですか？ひどくならないうちに対策を。今のところ我慢できてる。離脱が辛かった。離脱はきついですね。どうかお酒と上手に付き合ってください。東秀夫に一言。本、読みました。身につまされる思いです。慢性的なアル中は酒に強い弱いは関係ない。そうですね。飲み方の問題ですね。ただ、弱かったばっかりに先に体が参ってくれて、助かったのかもしれません。アルコール摂取しないとどうなるん？今は、なんともありません。当時は食事や水分の代わりというか、ルーティンのように飲んでいました。入院するきっかけと、どういう経緯でアル中のいる病棟に行ったの？きっかけは、お酒で記憶をなくしたり警察に保護されたりで、一回病院行けと勧められ行ったらアルコール治療の病院を紹介された。見学に行ったら雰囲気が怖くて、アルコール依存じゃないと、言い聞かせて治療はしなかった。
それから1年くらいで体が衰弱したり、仕事中にも飲んじゃったりして、このままだとダメになると思って仕事辞めて自分から入院した。1日どのくらい飲んでたの？毎日ウイスキーか焼酎1瓶。休みは朝飲んで寝て夕方からまた飲む生活でした。今飲んでないけど、俺と似たような量だ。最後は、水飲むと吐いちゃう。酒が入らないと飯が食えなくなる。ガンマ GTP は、どのくらいあった？笑えないけど、笑ってしまいます。ほんとそんな状態になります。で、から酒が美味しいから負のスパイラルです。最高180とか出たことあります。雰囲気が怖いって具体的にどう怖かった？男性率が高いこと、建物が古いこと、面会に来ていたご家族が泣き叫んでいたこと、その時は、自分は、ここの患者さんと一緒じゃないという思いがとても強かったです。俺の姉貴も依存だよ。おかげで家の中めちゃくちゃになった。なんとか入院させてから何度かスリップ繰り返しながらも断酒中。昔は本当に殺そうかと思ったことも何度となくあったが今を迎えられてよかったよ。あなたとお姉様の健康と幸せを祈ります。本当にアルコールは、本人も周りの方も大変な思いをするものと思います。そのようなお話を聞くと、私も二度とスリップするまいと思います。本当に家の中地獄だったよ。でも飲んでる本人も辛いなんてあの時は知らなかったからさ。あの時は責めてたよ、ごめんな。一緒に頑張ろうぜ。正しく優しい方ですね。アルコール依存は理解しないと、治療の方向性が定まらない難しさがあると思うので、頑張ってください。私も頑張ります。よし飲もうぜ。サイダーで勘弁してください。やっぱり社会で理不尽な扱いされるブスとブサイクが多いの？あとは肘肩とか工場勤務も多そう。偏見の塊だが世間の理解はそんなもんだよな。医者から自営業、果ては女子高校生までいろんなのがいたぞ。容姿も千差万別。他のアル中患者って暴れて入院させられたようなやつ多いの？最初からアルコール病棟にいたわけではないのでその辺はわからないです。私が最初にいたのは女性専用の急性病棟だったので、精神的に参って暴れて入院の方、接触障害で身動き取れないほど痩せて入院の方が多かったです。吐いて寝たきりで地獄で、苦しいけど止められないんだな。入院なんかしたくないしお金もない。酒が飲めないなら死んでもよい。国の支援とかもあるので、飲まないなら死んでもよいは、確実に依存の方の思考です。私もそう思っている時期もありました。なくても生きていけます。命までなくしたら、二度と酒は飲めないです。それは以上で終わっていました。それでは最後にもう一つ、2019年の10月に建てられたスレを見ていきましょう。わい、アルコール依存症の現在がやばい。今日も飲んでもた。もう飲まないと誓ってから経ったの7時間。アルコール依存症とか、柔らかく言ってるけど、要はアル中やな。これがわからん。なんで言い直したんや。別にアルコール依存症でええやろ。アル中っていう言葉は、自分の責任っていうニュアンスがあって、アルコール依存症だと、病気っていうニュアンスがあると思ってる。Y は病気かもしれんけど、酒買いに行ってるのは Y の意思やし、これは病気ではなく、自分のせいやと思う。アホか？アル中ってのはアルコール中毒っていう酒を摂取しすぎた時に意識が飛ぶ病気のこと指すんやぞ。アルイのことをアル中と呼ぶやつが多すぎてゴミ。手が震えたり、山形飲酒になってへんから、Y はまだ大丈夫だと思って、自分で自分を許してしまって、また飲むんや。この繰り返しや。山形飲酒って何？飲んで、最初の30分くらいは陽気になるんや。その後は、飲まないでいられなくなる。飲んでてやっと正気っていう感じ。それで、潰れて起きて、自己嫌悪。この繰り返し。Y はビール中毒や。抗酒剤、飲まない。だって抗酒剤の効果きっついやん。昨日の酒が残ってるから、抗酒剤飲んだらノックアウトやねん。抗酒剤飲むタイミングがない。シアマナイドか？デブテクトか？処方されたのはシアナ。けど一度も飲んだことない。あれまっついよな。飲んだ瞬間吐くわ。ヘアトニックうまいか？ヘアトニックはまだない。料理酒飲んだろかなって思ったことは正直ある。料理酒飲むのってアル中なんか？Y 前に一回家にある酒飲み尽くしたけど酔っ払ってるから酒買いに出るのだるくて。料理酒一本開けたことあるんやが。料理酒って飲まないようにわざとまずくしてあるけどよく飲めるな。料理酒飲むなんて立派なアルコール依存性だよ。飲んだことないけど飲めたもんじゃないらしいじゃん。わかる。明日は飲まないから今日飲もう。お365日繰り返してる。そう明日は、があるから飲めへん。じゃあ今日は飲もう。次の日は、今日は、がうまくいったし、飲もう。やっぱり自分の中で罪悪感があるから、何かしら理由は必要なんだけど、そんな理由なんて、簡単に作り上げちゃうんだよね。今朝だって、もう飲まないって決めてたのに、飲んだ理由、雨降ってるからだよ。Y も毎日飲んでるがこの延長線上に依存症があるんか？アルイの専門の医者に聞くと、次の一つでもコントロールを失ったら、アルイなんだって。飲み始めのタイミング、飲み終わりのタイミング、飲む量。Y は、これ当てはめたら、日本の酒飲みほとんどアルイ認定されるんちゃうかと思う。ただ Y は重症。毎日同じ時間に同じ量飲んでるのは OK なんかな？よくわからん。Y はそんなん全然平常やと思うけどな。ただ、仕事帰りに必ず飲むとか、風呂上がりに必ず飲むとか、習慣的に薬物を摂取していることになるから、それも依存なんだっていう医者もいる。買わなきゃいいじゃん。飲まなきゃいいじゃん。なんで買うの？
禁止すると誓った瞬間に全部捨てろや。家に酒はないで。買ってしまうんや。隠れて飲んでしまうんや。押し入れの奥とか、ベランダの室外機の下とかに、ウイスキーの小瓶を隠すんや。風呂の天井のちょっと開く部分あるやん。あそこにも隠して、隠れてでも飲んでしまうんや。母ちゃんも台所で隠れて飲んでるわ。それは立派な依存症やな。ワイのおかんもそうやった。小学校から帰ってくると、流しにじゃーっていう音が聞こえんねん。ビール流してるんや。やっぱり子供の前では飲んでる姿見せたくなかったんやろな。キッチンドランカーは多いみたい。依存症は病気なんやで。スレ主の意志が弱いとかじゃないから病院で治療せえや。アルコールは立派な薬物や。依存症になる前に飲むかどうか決めるのは自分の意志では。そりゃそうよ。でも一度沼にはまったら抜け出せないんやろ。ワイは一切酒飲まんから知らんが、最近、酒の量を減らすためにノンアルビール500缶と発泡酒500缶で晩酌してるわ。ノンアルに頼った時期もあったんごねえ遠い目。けどすぐ戻った。量は中毒だろ。病院行けよ。3ヶ月入院して、AA と男子会に1年半通ったよ。毎日飲まずにいられない俺だけど、ストロングゼロ系は手に出さない。酒にそこまで強くないってのもあるが、あれはヤバい断言。ストロングゼロっていうか、キューパー系のやつだよな。Y 今日だけで4本飲んでるわ。もうあかんわ。扁桃炎やらかしてから酒とタバコやめられたわ。味覚が変わった。扁桃腺と顎下腺、しょっちゅうやってる。熱も出るしあれしんどいな。夜だけ飲んでるやつはセーフ、朝昼飲み始めるとアウトという認識。スレはこの辺りで終わっていました。お酒はたしなむ程度なら大丈夫でしょうが、依存していると感じたらすぐに病院に行った方が良さそうですね。皆さんはアルコール依存症やアルコール中毒になったことはありますか？